チュピコムトピックス。この番組は地域のニュースやイベント情報をお届けします。府中北小学校の児童が災害避難時を想定した宿泊訓練に挑み、野外炊飯などを通して防災意識を高めました。地元の消防署などの協力のもと行われた訓練には5年生51人と保護者が参加しました。災害が起きたときに避難場所となる学校で自分たちに何ができるのか子どもたち自身で考えてもらうのが狙いです。今年7月、県の教育委員会が推進するプロジェクト、山、海、島体験活動に参加した子どもたちは、南区二之島での野外活動を通して、主体性を育み、互いに助け合うことの大切さを学びました。7月に行いました山海島の、3泊4日の野外活動も、この活動につながっています。その力をこの、まずは、2学期の最初のこの、避難所体験に生かして防災の意識を高める、そういう、活動を行っています。実際の避難所を想定した野外炊飯では、子どもたちが協力し合って牛丼を作りました。こちらのハイゼックス炊飯袋は、米と水を入れ30分煮るだけでご飯が出来上がる災害救援用の炊飯袋です。一度に大量のご飯が炊けるほか、衛生面や携帯性にも優れ、多くの人が集まる避難所などで用いられています。子どもたちは7月の野外活動で学んだことを生かし、新聞紙とビニール袋で器を作ったり、薪を使って火を起こすなど、自ら率先して作業を行いました。まだまだ子どもだって思ってたのに、いつの間にかこういうことが少しずつできるようになってて、一人一人をこう見てるのがとても楽しいですね。ご飯が炊き上がると待ちに待った夕食の時間。自分たちで作ったご飯はいつもとはまた違った美味しさだったようです。めっちゃ最高です。それがもう言いようがありません。お祭ります。夕食の後は体育館に泊まり、避難所での生活を模擬体験しました。大勢の人が集まるとプライバシーが保護されないことや、騒音でなかなか寝つけないことなどが問題となります。子どもたちは少しでも快適に過ごすための工夫として、段ボールを使ったパーテーション作りなどを教わり、いざという時に備え、さまざまなことを学んだ体験となりました。いろいろな人と協力してできたので、牛丼が美味しくできたと思うので、そこは良かったです。日頃の生活にも生かしていきたいです。もし本当に災害があった時に、自分で考え、自分で行動したいです。こういう機会があることで、避難所生活の体験が、少しでも困らないようにできると思います。それではお願いいたします。9月1日、大竹市を縦断する国道186号みそのバイパス防六工区が開通し、完成式典が行われました。長年待ち望まれておりました一般国道
186号三園バイパス防六工区がついに完成に至りました。これも本日ご出席の皆様方のご尽力の賜物と地元市民の代表といたしまして深く敬意を表しますとともに感謝を申し上げます。全長4キロに及ぶ三園バイパス事業はこれまで有美工区と安城工区の 2.2 キロが開通しており、防六工区が3カ所目の開通になります。全長はトンネル部分370メートルを含む770メートルです。川手地区念願のトンネル開通で防六地区内の交通量は激減し安全は確保されると思いますが、同時に防六地区が取り残せないような活動も必要となります。尾瀬川に隣接する防六地区は道路幅も狭く、特に大型車との離合が難しく歩行者に危険な区間でした。地元では迂回ルートの開通は時間の短縮だけでなく地域の交通安全にも役立つと期待されています。中道の方を暴走する車、通り抜け車、これが大変多くて住民するものが非常に危険な危ない目に遭っておったと。それがもうこの度でもう全然なくなって大変安全な道路になったと思います。地域を挙げて交通事故防止に取り組もうと、安佐南区の沼田公民館で交通安全宣言大会が開催され、地域住民らおよそ120人が出席しました。沼田自動車学校教習部長の川原雅樹さんは、高齢者と交通安全をテーマに、現在の交通情勢や高齢者講習について説明しました。今年の3月に道路交通改正されまして、高齢者講習という中身が変わりました。大雑把に言うと75以上の方が非常に厳しくなるとは思ってください。70から74までの方はむしろ簡単になりました。で、安佐南区の友学区は平成29年30年の2年間安佐南警察署から高齢者交通安全モデル地区に指定されました。これは制限速度を30キロ以下に制限するゾーン30や、小中学生が登下校する道路への防犯カメラの設置など、地域住民らが主体的に交通安全に取り組んでいることが評価されたものです。この地区はですね、高齢者だけだし、子どもさんもたくさんいらっしゃるということで、また狭い道も多いので、ですからこれをですね、町内会とか、それから社協とか、いろんな団体がですね、協力し合って、安全、安心な街づくりというのを作りたいということで、盛り上がっていきたいというふうに思っています。大会の最後には、参加者全員で交通安全宣言を読み上げました。シートベルトの全席着用や早めのライト点灯、反射材の活用などを徹底し、友学区から交通事故防止の輪を広げることを誓いました。ゆとりを持って運転します。バックしたりするときがね、一番心配ですね、自分では。自動車学校の講師、あれが非常に自分で身に染めるな思って聞きました。私は運転する方 でやっぱり歩いてる方とかはお年寄りの方多くなってきたなっていうのは本当にこの地域に住んでて実感してますので、運転する側でゾーン30のところにも住んでますから、その辺をちょっと注意しながら行かないと、運転していかないといけないなって思いました。